前ちゃんと靴履いてこいよお前。ベンチャーセリフだ。うん。なんだお前その。僕ですかみたいな。距離があるんですよ。ゲスト来るから。あ、そうなんですか。今日のゲストは3人の共通らしい。珍しい。誰だと思う。ケンケンさんだ。子育て忙しいから。でもさ、俺ちょっとさ、うん、まだ入んなくていいよ。あ、分かった。僕の一番の友達だ。誰？リヒト君。いやいや。お前が思ってるだけだよ。リヒト君も待ってますよ。あ、ちょっと待って、大丈夫だよ。入れたれや、もう。今回のゲストこの方です。どうもここさ、下にも企業まあまあの企業入ってるからね。どうも皆さん、ありがとう。正解やねんけど、ありがとう。だって今日結果を残さないといけないから。皆さん、こんにちは、井戸川洋次郎です。お願いします。いらっしゃいませ。ようやくですわ。でも洋次郎はね、商売ロックでね、そう、全員商売ですから、ね、ここにいない育美もね、そうなんです。やっとここまで来れましたよ。今日まず服の話したほうがいいですよね。どういうポイントは、ちょっと90年代を彷彿とさせる太めのパンツで白シャツで、しかもこれおろしたてやろ。持ってるのめっちゃある。何それ。あれ手作りパターン。違うんですよ。こいつと一緒にしないで。いいね、いいよ。いや、もう今日はもう言いたいことぶちまけて、俺の会にしてやる。なかなかいないですから、この人は。じゃあ、挨拶からね、まずかましていただきたいと思います。じゃあ、言いますね。とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。みおちゃんです。僕たちの遊びは、いやちなみにどういうポーズなの？みおちゃんです。これ半年前ぐらいから考えてたんですよ。俺が出るならこれだなって。じゃあ、ちょっと待って、この後の企画全部絡まりやな。やばいな。やばいよ。プンプンしてきた。グエが止まらないんですよ。何やる？どうした？え、いや、遊び場といえばね、2.5 次元界のしゃべくり7でしょ？いや、違う。変な広がり方してる。変な広がり方してるわ。いや、まあいろんな企画あるじゃないですか。もうね、俺ずっと家で見ながら、ずっと長い期間温め続けてたんで。じゃあ一番好きな回というか。僕はもう2.5次元あるわけ。まあね。でもあれも相当出たからね。いや、正直、遊び場を見てて2.5次元ある寮生とかが出してるじゃないですか。しょうもないっす。あら、いいね。しょうもない。いいね。で、あれを見てて、寮生がトリさんに、お前ここは考えてこいよって突っ込まれて、これちゃんと今日、七八個考えてこい。いかついな、お前。あれ、うちらが見たことないスケッチブック。見たことない。これ、あの、ファンの方にいただいたスケッチブック。だから、ファンの方にいただいたキャラ、俺だけでいいの？あ、そうなの。二人もいらないの？一枚で？もちろん。このタイムスケジュール来た時に、糸川さん、8時、本番8時30分から。そんなね、30分なんかじゃ、俺のこの熱意を詰め込めない。スケッチブック。じゃあ、それ、次週やるから、次回予告やってよ。この、何したいの？そのスケッチブックを使ったやつが来週あるよっていう次回予告を。突如、彗星のごとく現れた糸川洋次郎。その手には、何やら分厚い赤いスケッチブック。次回、糸川洋次郎 2.5 次元あるある、ぶちのめすの回。妖精の次に仲いいんやろな。天助的に。仲いい人はほんと損するから気をつけて。よろしかったですね。行きましょう。行っていいんですか？行きましょう。早速、ドドン。ツイッターに、間違えた。大丈夫。あるね、それはある。これが序盤から攻めて、そう、まずまな、行きましょう。じゃあでも、ちょっと待って、もう下げて。怖いわ。結構温めてた一発で、こんなツイッターの文言書いてるのがおもろいな。ちゃんと洋次郎なりに絵を作ってきてくれるっていう。新しい。だって俺はもうこの 2.5 次元ある大喜利だと思ってるから。大喜利だと思ってる。いろんなパターンで言えば今日見ていってことは、どっちのち期待していくことあるけどね。あるね。作品の期間中とか。そう。これも結構やっちゃうんですよ。原作さんとかの作品感からずれないようにやったりとかしちゃうんで、最近はなんかツイッターまで含めてエンターテインメントかなって。確かにね。やっぱツイッターってさ、バランスとタイミングめっちゃ大事。跳ねたいからさ、みんな。みんな跳ねたいんだよ、ツイッターは。間違いない。バズりたいんだよ。なんかそういうことあんま言うタイプじゃなかった。そんなに囚われてたらしょうもない役者にしかならんわっていうタイプの人でしたよね。しょうもねえんだよ、そういうやつら。急に。そしてじゃあ2本目。はい。ダン。アニメ見てると自分に合うキャラ探しちゃう。
あー、ありますね、これは。まだ舞台化されてない。そうそうそう、舞台化されてない。アニメとか、漫画とかってことですね。そう、そういう視点で見ちゃう。アニメ自体。あ、これめちゃくちゃ舞台化できそうだな。じゃあさ、その今洋次郎くんがまだ舞台化されてないやつで、今後これ舞台化されたら嬉しいな、でそれに合うキャラクターを。ドクターストーン。ああ、あれ絶対面白いと思うんですよ、舞台化したら。めっちゃ面白いやろな。いや、そうなんですよね。科学でいろいろやっていくみたいなのって、めちゃくちゃでっかいセットとかなくてもできそう。照明とか映像とかで撮ったらすごい面白いものになるんじゃないかな。でも楽しいよね。確かに。そうですね。はい、じゃあ次いきますか。バン。アドリブシーンで頭いっぱいになりがち。あー、首絞めるやつな。そう、そのシーンにもうずっと頭持ってかれて本番集中できないっていう。それはありましたね。でしょ、大嫌いなんだよ、アドリブは。へー、自分がやるのが嫌いなんですよ。むずいよな。そうなんですよね。結構僕ガチガチに固めちゃいたい人なんです。あ、ここでこうやって。そう、じゃあ何しよう、囚われるのが結構苦手なんですよ。お客さんの期待値も上がりますからね。そこを見に来てる人もちょっといるもん。そうなんですね。ちょっと期待してますよ。全通してる人がいるんだろうね。商売ロックでも嫌われシーンあとか急やったね。そうだね、任せてくれてましたね。商売ロックの時のメンバーちょっと面白いよな。洋次郎くんのチームが、ね、あ、僕のチームが、うん、確かに高台、洋瀬、洋次郎に人、はい、なんかポーマッカしなかった。ようわからんバランスやったよな。でもアフタヌーンって言ってましたもんね。やってた。でもあれは正直ビジネス。そんなことないよ。アフタヌーンティーっぽいキャラクターが集まってたからアフタヌーンティー行きましたみたいな。まあそれで言ったらビジネスってというのも、というのも、というのが早い。違う、というのもね、なくてアフタヌーンティーに行ったことが。確かに、そういうおしゃれなアフタヌーンティーやったことないかったから分かんなかったもん。でもなんかあれは見てる分にはああええー、なと思って、ね、なんかいいなと思って、あのチームいいなって。じゃあ次行きます。次はここからもテンポで行きます。あ、ほんと。はい、バン。マチソワ館で寝床争奪戦。あー、ありますね。これは始まります。これは寝床争奪戦はありますね。バン。ちょっと消えるね。あいつもう怖くて怖くて間のトーク怖くてすぐ行こうとしてんぞ。いや、でもこの寝床争奪戦はもうこいつ早いで、ほんまに腹立つ。いや、でも寝て終わりじゃないのよ。普通だったらさ、自分の寝る場所を確保したらもう安全に寝れると思うじゃん、うん、この人暗闇の中で寝てるわけじゃん。目開けても暗闇なの。目開けてない、なんで暗闇なんだろうなと思ったら取り越せなくて。ほんと最悪だから、アスワーカーに安全地帯の寝床なんてないんだよ。よし、テンポだった。ごめん、争奪戦つながり。痛そう。今の痛いぞ。今の痛いぞ。髪のあのやつ痛いぞ。痛いぞ。いいスケッチブックで本番終わり、ウィッグ外す順番、争奪戦。あー、始まりがち、ね、次、バン。でもな、さっきのやつには言いたいわ。あの、ウィッグ争奪戦に関しては最近の若手はね、わっけえはずなのにね、ウィッグすぐ外すやつがいるんですよね。僕らの時は絶対に先輩を先に行かしてたんですけども、やっぱ一番辛いですからね、ウィッグのこの締め付け。そうですね。これ自分である程度取れるようになった。そう、刀剣のベテラン勢は結構自分で外せるもん。外してますもん、ね、把握してますもん、ね、確かに。次、争奪戦つながり。劇場の電子レンジ争奪戦。なんかどんどんちっちゃなってきたわ。これだけは掘り下げられ。そう。じゃあ次、はい。あの、こういう、こう、靴下をこう、安全ピンでどういうシステム。靴下こうなりがち。何これ、じゃあ、はい。鉄拳さんみたいなことやねん。いつ、いや、今のめっちゃおもろい。いいわ。こんな芸があったんですね。そうそう。靴下がね、一人一人名前ついてるんだけど、そうそうそう、バラバラになっちゃうからね。人数多いからね。そうそうそう。あるんですよね。これ、この後も A 君。 A です。 A です。行きましょう。はい、続いてマイクをつける、あのテープ剥がしてここを汚れがち。分かる。で、大体風呂場で気づきがち。次の日行ってちょっと汚れてますよって言った時、洗い残しちゃった自分が恥ずかしい。そうそうそう、恥ずかしい。てか A うめえ。マジすごいわ。ありがとう。次もやる。だからもう次も A とか言うのやめろや。気になるよね。続きまして、いや、これもうどこで切んのよっていう武器たまに出がち。え、トリタン。すごい、似てる。素晴らしいです。よしよしよし、素晴らしいです。なんでモザイクなんだ。誰か殺したのこれ。目がね、めっちゃむずくて。あ、なるほど。目を描くとトリタンにいなくなって、こんなもんじゃダメだと思って。初めて。僕があの切るやつのところから最後のやつ大好きじゃん。めっちゃよかったの。ワンシリーズ1個か。じゃあ我慢。 A シリーズ1個。アンビカ行く。アンビカ行く。できます。はい、バン。
え、靴下をこうやって安ピンで留めがち。あるわ、これあるんですよ。ありますよ。これあるんですよ。はい、続きまして、え、マイクのテープで首のここ汚れがち。ああ、あるある。残っちゃうもんね。残っちゃう。続きまして、もう、これ、どこで切んのよっていう武器、たまに出てくる。トリさん。いや、素晴らしいね。素晴らしい。これは素晴らしいと思いますよ。過去になかったですもんね。なかった、このパターンは。このパターンは新しいところ行ったね。これを用意してたら、それは行政のことしょうもないと思う。これもう僕が出るにあたってね、 2.5 次元あるあるもう一段上にちょっと、いや、行きました行きました、またちょっと上がりましたね。いや、素晴らしい。次のゲストイエーロー。何したらええんつって。確かに。